どうも皆さんこんにちは、原カンタです。私は現在アフリカ大陸の東部にあるタンザニア共和国、そのタンザニアの最大都市であるダルエスサラームに来ています。昨日まではね、隣の国ウガンダ共和国の首都カンパラにいましたが、昨日ウガンダから飛行機に乗って約1時間半かけてタンザニアのダルエスサラームにやってきました。僕のこれまでの YouTube ではもうアフリカの貧困とか飢餓とか、もうそういったアフリカの貧しい側面ばかりをお伝えしてきましたが、今回の動画ではダルエスサラームのいろんな場所を歩きながら、実はアフリカってめちゃくちゃ発展しているっていう、そういった側面をお伝えできればなと思います。まあ、一方でネット上の情報とかを見ると、ダルエスサラーム、アフリカの中でもよくね、三大凶悪都市の一つとか言われますけれども、実際に治安が悪いのか、まあ、そういったあたりもですね、この動画を通じて皆さんにお届けできればと思います。彼は今どういう状況なんでしょうか。私が泊まってたホテルから降りてきた時にここに座ってて、まあ、なんか言ってきたか、どうしたのって聞いて、そしたら車にはねられてしまって、病院に行ったけど、やっぱこの状態だと切断しないといけないっていうふうに言われて、でもやっぱ足を失うのは嫌だからっていうので、ちょっと切断はしないでっていうふうに言って、で今複雑骨折して腐っちゃってる状況になってて、体液がどんどん出てきちゃうっていうふうに言って出て、足をきれいに消毒する液体と痛み止めが欲しいっていう風に言ってて、お話しして本当に困ってるなっていう風に思ったんで、お薬代をサポートしたっていう感じです。こういった大きな怪我とかをした時に、国の日本でいうこの保険とか、まあ、国からのサポート、公的なサポートとか、そういうのは期待できないんですかね。一応あるにはあるんで、それに入ってたのかとか聞いてみます。はい、ウリクアナナに NSSFya mimi nafanya biashara ya mtumba hiyo wafanya kazi ya hapa なんか今聞いてみたら、まあ、どんなお仕事をしてたのっていう風に聞いて、そしたら古着のズボンを売り歩いてるっていう仕事をしてて、どこかの会社に雇われてたら健康保険があるんですけど、まあ、そういうのも入ってなかった、サポートも何も得られないって言ってます。やっぱこういう状況になってしまうと生活かなり大変ですよね。働くこともできなくなってしまうんで、まあ、我々からもちょっとだけサポートをさせてもらえたら。サンテサーナ Thank you very much サンテサーナサンテサーナ Thank you今は滞在先のアパートからちょっと移動してきたところを歩いています。比較的発展しているエリアみたいですね。今まで滞在していたウガンダの首都カンパラに比べても街もすごく大きくて、まあいろんなね、車も走ってるし、道路も広いし、あんまりゴミゴミした感じがこの辺はないなって印象ですね。今からちょっとだけ歩いてですね、アフリカのいろんなカラフルな布が売っている場所に向かいたいと思います。モーナさん、今日からのタンザニア取材よろしくお願いします。お願いします。初めて登場していただくかなというふうに思うので、はい、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。ボーダレスタンザニアリミテッド代表の菊池モーナです。若年妊娠で退学したシングルマザーの女の子たちが働ける場所を作っていくっていうことを目指して、生理用ナプキンの製造と販売をしながら、小中学校の女の子たちが生理用品を手に入れることができなかったりするので、女の子たちがナプキンを使えるようにっていうことを目指してやっています。はい、ありがとうございます。まあ、モアナさんの活動紹介はまた改めて詳しくできればと思います。はい、タンザニア生活何年目ぐらいですか。今はトータルで2年半ぐらい。お、2年半ぐらい、はい、モアナさんもスワヒリ語もペラペラということで、今回いろいろと現地の通訳とかもお願いすると思いますが、はい、はい、よろしくお願いします。あそこに富士スイミングクラブって書いてあるバスが走ってますね。タンザニアも日本からの中古車がたくさん走ってるので、まあ、こんな感じでね、日本語が書いてある車とかもたくさん走っているみたいです。今僕たちがいる場所っていうのは どういったエリアですか。ムナジモジャっていう場所で、カリア港っていう、ま、東アフリカの最大のマーケットがあるんですけど、はい、そこからちょっと離れたところのテンゲっていうアフリカ布をたくさん売っているエリアに行きました。この辺りは結構発展しているエリアですかね。そうですね、すごいにぎわってて、いろんな商人の人たちが行き来している場所です。なるほど。
スジャンボーでしたっけ、フジャンボー、フジャンボー、アサンテー。おー、すごいおしゃれなデザインのバッグとか持ってますね。タンザニアは基本的にスワヒリ語で誰とでも話せる感じですか。そうですね。公用語はスワヒリ語、公用語スワヒリ語と一応英語もあるんですけど。あ、そうなんですね。英語はどれぐらいの人が話せるんですか。一応なんか中学校出てたら彼には分かるんですけど、うんうん、中学校で日本と同じぐらいな感じです。あ、日本人も英語は分かるけど、はいはい、そんなにコミュニケーション取れないみたいな、うん、なるほどなるほど。おー、すごいですね本当に。おー、綺麗。キテンゲとは何か日本の方たちに説明していただけますか。キテンゲはあのアフリカの伝統的な、ま、デザインとか植物とか動物とかがデザインされていろんな色になっている、こういうな感じのアフリカの色になります。最近日本でもちょっとずつ見るようになってきましたね、うん、キテンゲで作られたバッグとか小物製品とか、はい、うん、現地ではどういった方たちがキテンゲを買いに来るんですか。はい、結構安くやっぱテーラーさんたちが洋服デザインしてくれるので、ラマダンとかのお休みの時にみんな新しいお洋服着て出かけたりとか、教会に行く時におしゃれするんですけど、それも自分のサイズに仕立ててもらって好きな布と一緒に、まあ、どこかに行くのに必ず新しい洋服作ったりとかっていう感じで。なるほどなるほど、はい、じゃあ着てんげは現地の人たちもおしゃれする時に着るみたいな感じですか。そうですね、お洋服によく使います。タンザニアには着てんげ以外の布もあるって聞いたんですけど、はい、どういったものですかね。ハンガっていう布で一つずつのデザインにポエムが、違うポエムが書かれてるのがあるんですけど、こんな感じの、お葬式に行く時とかにあのこっちの人は腰に巻いて頭に巻いて参加することがあるんですけど、こういう感じで、この下に、あ、なんか文字が書いてますね、はい、例えばこれはどういう意味が書いてあるんですか。神様は平穏を私たちにくれて愛し合うように貸してくれる。うん、なるほど。でもなんかちょっと宗教チックですね、うんうん、ここなんかあのアラビアンの言葉使われてるって言ってます。ムング、あー、なんかイスラム教の神様の名前らしいです。これはタンザニアはイスラム教の方が 40%、 キリスト教が 40% ぐらいでしたっけ。そうです、そうです。この女性の方もあのフードをかぶってますけど、イスラム教のポエムとかイスラム教の教えとか書いてあるものとかも多いんですね。そうですね。あとなんかキリスト教 の、 あのイエスっていうのが使われてたりすることもあります。なるほどなるほど。今キテンゲ売っている場所で撮影させてもらったので、帰り際にですね、ちょっと少額のお礼を渡そうということで、最初こっちのお金で5000シリングぐらいかな、日本円で300円弱おじさんに渡したんですけれども、そのおじさんがですね、これじゃ少なすぎるっていうことで怒られて、それであの金額を2倍にして渡すっていうことがありましたね。それぐらい渡せば大丈夫だろうって判断して渡した金額に満足してもらえなかったんで、まあちょっとなんかあのヒヤッとしましたね。今ちょっと撮影のお礼で渡したお金でなんかちょっとあの、はい、揉めてましたけど大丈夫でしたか。私は結構お客さんが来るといつも連れて行って、でその中で、まあ、好きな布があったら買ってっていうので、まあ、そのいつも面倒を見てくれる女の子たちにもすごくいい関係なんですけど、そのさっきお話ししたおじさんっていうのは、まあ、そこをまとめてるボスみたいな感じの人で、今日は日曜日で全然女の子たちもいなかったんですけど、なのでこんなんじゃ足りないみたいな感じの態度を取ってきて、普通だったら、まあ、いつもお客さんを連れてくるからもうどんなお金でもありがとうっていう感じであの受け取ってもらえるはずなんですけど、結構ちょっと態度が大きくなっちゃったみたいで、そう、それでじゃあいいよもうお客さん連れてこないよっていう感じで2倍にして渡して、そしたらこう周りの女の子たちがごめんねみたいな感じで、普通だったらもっと女の子たちたくさんいるからあんな風には言わなかったはずなんだけど、でもまた来てねみたいな感じで言ってくれて、女性たちとはすごいモアナさんいい関係を築かれてる。そうですね、アフリカではあるあるですかね。でもなんか別に偏見持つわけじゃないですけど、男の人の方がなんかお金をわーって、うん、女性たちはなんかこうちょっと控えめな印象の方が多いっていうところはあるかな。このエリアだけなのかどうかちょっとわからないんですけれども、道もすごい広いしあんまりゴミゴミした印象がないっていうような感じですね。ただなんか建物とかはね、なんかなんだろうな、バングラデシュに行った時を思い出すような、なんかインドとかバングラデシュになんか近い雰囲気を感じますね。タンザニアイスラム教の方とかあとインド系の方がすごく多いので、そういった文化的な背景がなんか街の作りとか家の作りとかにも関係してるのかなっていうふうにこっち来て感じてますね。今からですね、外国人や現地の富裕層の方たちが多い比較的発展している綺麗なエリアにですね移動しようと思います。
タンザニアは、タンザニアというか、まあ、ダレッサラームはウーバーが使えるんで今ウーバーを呼びました。ジャンボアサンツサーマ。今15分ぐらいかけてカフェにやってきたんですけど、道がめちゃくちゃ綺麗でね、撮影がすごいしやすいですね。僕ポイントからポイントに移動するとき、いつもね車内からスローの映像を撮るんですけれども、コンゴとかねカラモジャとか行ったときはもう道がもう悪くて、もうねとにかくもう揺れを抑えるので必死だったんですけど、もうタンザニア、まあ、今いるエリアはもう道がめちゃくちゃ綺麗なんで撮影がすごいしやすいですね。カフェもおしゃれみたいなんでちょっとね入っていこうと思います。今目的地のカフェの横にあるオーガニックスーパーに来たんですけど、本当にアフリカなのかってぐらい綺麗ですね。どういったものが売ってるんですか？変紅茶とかコーヒーとかコスメ系、石鹸とかオイル、バオバブオイルとかモリンガオイルとか。ここ使う人たちってね、やっぱり富裕層の人たちが多いんですかね。そうですね。今我々がいるエリアがダレッサラームの中で一番の富裕層エリア。そうですね。でもお店もすごい綺麗だし、全然なんかアフリカって感じがしないですね、この映像だけ見てると。これはあの日本の方がやっているマトボルワっていう会社の芋けんぴです。芋けんぴ。現地でさつまいもとかよく取れるんですか？そうですね、すごいさつまいもの生産量が多い。タンザニアのカルビーになるみたいな、栄養がある子供に食べてほしいみたいな。これもマトボルワさんのです。日本人のやってる会社。はい。これ美味しそう。クッキーですか？あ、美味しそう。めっちゃ美味しそうですね、うん、買って食レポをしてみますか？せっかくなんで。いいんです、僕の方で出すんで。やった、はい、ちょっとじゃあ後で食べて食レポしてみましょう。やった。はい。おお、カフェもおしゃれですね。すごい緑が豊か。ここのカフェはよく来られるんですか？よく来ます。すごいおしゃれですね。めちゃめちゃ可愛い。この今モアナさんが座ってるのもこれブランコですからね。でもやっぱり外国人がすごく多いですね。ここは本当白人の方が多いです。メニューも日本のカフェと全然変わらないものがいっぱいありますね。サラダ類で、僕メキシカン料理好きなのでタコサラダ注文しようと思ってるんですけど、もうサンドイッチとか、あとはハンバーガー系とか、まあ、大体1円が17タンザニアシリングなんで、僕がまあ注文しようと思っているこのタコサラダってやつだと22,000シリングなので、まあ、日本円にすると大体1300円ぐらいかな、まあ、普通に日本でちょっといいカフェ行くのと変わらないかも。それよりもちょっと高いくらいの値段ですね。モアナさん、休みの日はタンザニアでどういったことをしていますか？休みはサーフィンを。おお、サーフィン、さすが海の近くの国ですね。海の近くで。さっきのお店で買ってきたちょっとクッキーをね、あの食べてみようと思います。そのモアナさんもどうぞ。モアナさんが食べたいって言ってるから。いただきまーす。いただきまーす。うん、おいしい。めちゃくちゃおいしいですね。うん、チョコレート、ホワイトチョコレートみたいなのが入ってます、うん、めちゃくちゃ美味しい。注文していたタコサラダが来ました。めちゃくちゃ美味しそう。今回はね、タコサラダとナチョス注文しました。それぞれ日本円で1000円前後っていう感じなんで、まあね、値段的には日本とそんな変わらないんですけれども、すごく美味しそうですね。僕メキシカン料理大好きなんで、これ食べてこの後の撮影も頑張ります。お昼ご飯食べ終わりましたので、これからですね、ウーバーに乗ってビーチに向かおうと思います。それ、I'm a YouTuber。
あーでもビーチいいですね、うん、すごい風も気持ちいいし。カリブラダレスプレス、アサンテ、ビッグフォーディーエブリシングミーレスプレス、アップエブリシングメフェンカリブサーナ、あーオーケー、キココナッチーレクシュガケンジュース、おお営業がすごいですねいろんなお店があって楽しそう。飲み物とか食べ物とかいろいろありますね。このヤシの木が風になびいてるのが本当南国って感じで気持ちいいですね。シュガーケンジュース OK later let me try。 アサンテサーナ、アサンテアサンテ、ここは地元の人たちがすごい。そうですね。 Hello my friend how are you? フジャンボ。 Yeah mambo baby you know how to speak Swahili?Oh, a little bit. A little bit. A little bit like mambo, poa. You are friends. What does it mean? Where are you from? China, Japan. Korea? Japan. Yeah, Japan. Yes. You are friends for a long time. You know? Long time friend. Japan long time. And Tanzania. Azana. Tanzania is very beautiful. Yeah, a very beautiful country. You can come there to see the sea, take the picture of the beach. I have my good place there. You can sit and you have can a good get place. The picture very good. Oh. Your name? Kanta.Kanta. Mwana. Mwana, you know how to speak Swahili very well. Mambo wiki. Kama kaida mwana. Yes, wendo. Mwana san, mendo kusa so. Mendo kusa so. Naka yokarate. Umelewa? No. Mie na fane to.改めましてどうも皆さんこんにちは、原カンタです。今回のダルエッサラーム取材、思ったよりも長くなってしまったので前半はここで終了です。皆さんが思い描いていたイメージと違いはあったでしょうか？ぜひ今回の動画の感想もコメント欄で聞かせてください。後半の動画でも引き続きダルエッサラームで暮らす人たちの生活や現地のリアルな姿をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。原カンタの海外取材は原カンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。いつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。原カンタの YouTube 活動を応援してくださる方はぜひ概要欄のリンクからホームページご覧ください。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。